ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、腰をね結構痛めてましたけどもね、まあちょっとマシになってきた感じですかね。まあまあ薬も飲んで楽な姿勢で暮らしておりましたので、まあ、仕事はしつつでしたが、まあ、それも気を使ってやったりはしてて、たまたまこの普通の仕事の方がちょっと休みをもらっていたので、それでちょうどよかったかなっていう感じでした。はい、まあそんなことですけども、今回はですね、ザ・ミュージック・デイ、7月2日土曜日なので、今日が1日なので、2日土曜日、もう明日ですね、15時から22時54分の間、8時間の間の生放送、すごいですよね普通に考えてね。でこちらの方がまあね、日テレさんのやつですけど、まあやるわけですよ。こちらの方のタイムテーブルが出たわけでして、BE:FIRSTのねタイムテーブルというか、どこに出るかっていうのがまあ判明しましたというところで、まあサムネイルにしてあると思うんですけども、結構興味深い感じのラインナップというか、興味深い位置に出るなっていうところなんですよ。で15時台からいわゆる22時台までの間で、まあ、全部ねちょうどホームページの方に書いてあるので、それをちょっと見ていきたいなって思うんですけど、22時台はね結構、あ、22時台の話もちょっと後でしますね。はい、まあね、日テレさんのまあ局のね、いわゆるいろいろな考え方というのも混ざってるなっていうところですけど、まあ吉と出るか京都出るかみたいな感じのサムネイルだと思うんですけども、そうなかなかね面白いんですよ。まあもうすでにねインフォメーションはされていると思いますが、まずBE:FIRSTが歌う曲はバイグッバイ、そして大島美雪さんとダンスコラボをするところでシャイニングワンという形で2回出るんですよね。言ってみればBE:FIRSTが2回出れるっていうのは、やっぱり日テレさんだからっていうところがあると思います。で基本的にこれはもう今の日本の大型音楽番組のね様相として、構想としてしょうがないんですけども、まあ、ジャニーズさんと秋元グループが基本的に多いなっていうところはあります。まあここはもうそういうもんなんでね、特にそれについてどうこういう気はありません。でもそういう感じなので、だからそこの周りのラインナップと比べてどのような感じでBE:FIRSTが注目されていくかっていうのをちょっと考えてみるのはいいことだなって思ってます。まあ秋元グループとそれからジャニーズさんのファンが基本的に見ることが多いっていうことは、そこの人たちが要するにBE:FIRSTに興味を持てる感じのラインナップであれば、逆に言うとそれをまあ利用させてもらって、県人でもいいのでBE:FIRSTに興味を持ってくれる人が増えればいいわけですよ。であと今回に関しては22時代がYOSHIKIさんがStonesにね曲を提供しているのがあって、イミテーションレインで、あとサラ・ブライトマンと一緒にやるミラクルっていうのがあって、22時代はあとそのスノーマンとパフュームと、であとYOSHIKIさんが2曲あるんですよね。でYOSHIKIさんのオーディションを一応日テレでやるっていうことになっているので、まあ、その辺のものがあるんだなっていう形と、あとそのYOSHIKIさんのオーディション番組が、まあ、どんな感じでなるのかっていうところももしかしたら発表されるのかもしれませんね。音楽番組ですから、当然YOSHIKIさんのオーディション番組も音楽のオーディション番組ですから、そうだからそこの部分がまずありますと、後半の方ね。でいわゆるその秋元グループ、まあ、AKB さんだったりね、まあ、坂道グループさんだったりという感じで、まあ、AKB さんと坂道グループさんと言っときながら今見てるとほとんど坂道グループですね。はい、まあ仕方がないと思います、そういう時代なので。でね、15時台にアイドルメドレーっていう形で、ああなるほどね、松本伊代さんと乃木坂46とかでセンチメンタルジャーニーを歌ったりとか、朝岡めぐみさんと日向坂46、私の彼は左利き、結構ねアイドルメドレーとか世代をつなぐ名曲アルバムみたいな感じで、なんでしょうね、昔の曲とかのメドレーをやるっていうのが多いみたいでして、まあ、それはそれでまあ需要はあるのかもしれないですけど、なんかだったら、まあ、私の考えですよ、だったらできれば今頑張ってる若い人たちにどっちかっていうとチャンスを与えてほしいなっていう気が本当はしてますけどね、私はね。まあ昔の曲はいい曲多いし、まあそれはそうなんだけど、ただまあ
やっぱりなんかいろいろ日本の音楽番組ってこういうところあるなって思って、なんかねそういう昔のものをこうなんていうか結構やりがちっていうね、まあ、それがいいとこ悪いとこあるのかもしれないけど、それで新しい人が出てきづらいっていうのがありますよね。前半の方に坂道グループさんが結構多めに出ているんですよね。 AKB もそうだし、桜坂が17時代で、あのジャニーズさんが21時代、あジャニーズシャッフルメドレーが21時代で、乃木坂と、レスラフィムも21時代に出るというところがありますね。BE:FIRST が出るところがまずね18時台です。結構いい時間だと思います。こう土曜日だし、ちょっとこうねご飯の準備する前にちょっと見てからみたいな感じでいけるのかなっていうところと、であと、チャイニングワンをダンスコラボメドレーでやるのが20時台になりますね。大島美幸さんとのコラボ、ここもいい感じだと思います。で20があのダンスコラボメドレーで、あの BE:FIRST と多分同じぐらいの感じで出るところがあって。で20に関してはこの20時代と、まあ20だから20時代っていうことなのか、そうなんではないのか、でも19時代にチャップスティックだとか、うん、あの19時代で18時代と20時代に BE:FIRST で、19時代と20時代に20っていうことで、多分その BE:FIRST と20のファンがこの辺のところに来るっていうのを見越した感じで、ちょっとこの辺にラインナップしてんだなって思います。で順番がどうなるのかちょっと微妙なんですよね。この並んでる感じだと18時代にジャニーズ WEST、 なにわ男子、 BE:FIRST、 ポルノグラフィティっていう並び方なんだけど、あの時間帯が本当にこのままのラインナップでいくのか、ちょっとずらしてくるのかとか、その辺も気になってはいて、だから18時代になったらあの、まあ、BE:FIRST のバイグーパイがいつ出るか分かんないので、そこであのちょっとスタンバイしておくべきだなっていう感じはあります。であれですよね、なにわ男子と一緒のところに出ているっていうのが、これがまあどういう風に作用するかっていうところなんですよね。あのでなにわ男子さんは The Answer を歌います。で BE:FIRST は Bye Goodbye。 The Answer は金田一のドラマの主題歌でもあって、まあいわゆるちょっとハードめではないな、 J-POP なのですけども、少しこうだからあのまあ内容的にシリアス系の曲っていうところではあって、で Bye Goodbye はポップ調が強くて明るい曲っていうところがあるので、まあここはだからバイグバイではなくビトレイヤルゲームとかだったらちょっとまた面白かったなとは思うんだけど、さすがにそれをやんないかなっていう気はする。まあバイグバイの方が初見の人は見た感じでまあ受け入れやすいのかなっていうところはあるんでね。まあでもビトレイヤルゲームを見て、え何これって思ってもらって注目度が上がるっていうのもあるかもしれないから、そこもちょっと期待はしたかったけどね。そうだからなにわ男子さんのところがあるので、まあこのままだから BE:FIRST のなにわ男子が例えば連続でこう歌う感じになるのであれば、まあ、お互いのファン同士がお互いのものに興味を持つ可能性があるんですよ。でちょうどその The Answer と Bye Goodbye がちょっと毛色の違う曲だから、またちょっとそこで、まあ、少しねコントラストもあるので興味を持つ人もそこでね増えるかもしれないから。でもなんかね、名曲メドレーっていうのがあるから、水木有沙さんとかね、ムーンチャイルド、懐かしい、ムーンチャイルド。うん。例えば、なにわさん、BE:FIRST が歌って、名曲メドレーをやって、なにわさんとかになったりすると、まあそこの相乗効果っていうのは見込めないなっていうところなんだけど、できればだから、なにわさん、BE:FIRST どっちが先でもいいけど、ここなんかね、連続でやってほしいなってちょっと思ってる、俺は。うん。ポルノグラフィティさんもいるか。うん。あ、ポルノグラフィティが2曲やるんだね。だから例えばポルノグラフィティをなにわと BE:FIRST の間に挟んでみたいな感じにするかもしれないけど、どうでしょうね。あのやっぱね、デスティとしてはやっぱりどっちかっていうとファン層としてこうなんていうか行き来しやすそうなところってやっぱりなにわさんのファン層なんですよね。でなにわさんに関してもあのファン層が行き来しやすい場所っていうのは BE:FIRST だと思うので、ちょっとここ連続でやってほしいなって思ってる。でそれがないとちょっとあれかもしれないし、でまああの吉と出るか京都出るかって言ってるのはなんかまあ大丈夫だと思うんですけど、なんか音があれって感じだったりとか、音響があれって感じだったりとか、照明があれって感じじゃなかったらいいななんて思ってね。うん、言い方が難しい、心配性なものですから、あの生放送ってね何があるか分かんないですからね。うん、まあこういう言い方にしておきますね。うん、そう、まあ、そこはちょっと心配はしてるけど、まあそういう時代でもなくなってきていると思いたいですけどね。日テレさんだしね、これはね。
ただ結局あのテレビ局とかね、あの何でしょうね、制作陣によって違ったりはするからね。うん、やっぱほら企業の中でもまあ対立構造とか派閥とかあるじゃないですか。まあだから推してるとことかね違ったら、逆に同じ局だからあれっていうのはあるかもしれないですからね。本当に言い方が難しいわもうなんか言い方難しいのをね楽しんでるかも最近あるんですけどね。はい。で20時代に、まあ、BE:FIRST と大島美幸さんの Shining One があって、で、あの、20のデイカピクチャーをね、コラボメドレーで歌います。で、ここは、あの、アレクサンドロスとか、関ジャニエイト、セクシーゾーンとか、ディッシュとか、そうですね、その辺が結構出ますね。まあ、なんかね、20時代に関しては、あの、これはだから どうかな、どっちかっていうと、その、なんか、20と BE:FIRST、Perfume がダンスコラボメドレーをやるので、なんかねこっち側見る人とかが多いのかなって気がしています。あ、でもアレクサンドロスもね、だから須田まさきさんもいるか。うん、まあ、まあまあだから、うん、結局20時代もなんでしょうね、まあ20時代だから20を中心にやるのかななんて思ったりしなくもないけど、どうなんでしょうね。そう、今の日テレさんのその20に対する押し方とかがどのぐらいなのかちょっとわかんないんですよ。まあだからね、まあ20もねいろいろと頑張ってもらいたいなと思っているんですけどもね、うん、結構、うん、まあ20のファンの YouTuber さんとかから聞くとね、ちょっと運営陣の方がいろいろとなかなか難しいことになってるとか、うん、そういう話は噂で聞きます。そう考えると BE:FIRST は本当に経営が BMSG で本当に良かったなって思うんですけどね、うん、スカイハイがザ・ファーストで言ってた感じの、要するに大きい資本を持った会社に協力してもらってっていうのも可能かもしれないけど、それだと多分自分たちのやり方ではできないっていうのを言ってましたよね。まあ、だからその感じがもしかしたら出てるのかなって思うと、なんかやるせない気持ちになったりしますけど、うん、まあね、そうなんですよ。まあそこもあります。で、このダンスコラボメドレーが、いわゆるこれが20と Perfume と BE:FIRST っていうのがこれがなかなか良くて、だからこうなってくると、例えばそのね、この3つのグループのファンダムが、いろいろこう、行き来しやすいんじゃないかなっていうところもあるし、 Perfume もね、あのダンスボーカル的なことですから、まあだからチョコレートディスコをやるんだね、うん、この辺がだから面白いなと思ってる。だからね、ここがまあいわゆるさっきのなにわさんのところもそうだけど、ここもだからファンダム同士が移動してもらって、お互いのそのなんていうんですかね、ちょっとあの刺激になってくれればいいなって思う。ファンダム同士がこうどんな感じかで、あれ良かったねこれ良かったねっていうね、あの WeToo だけども、あの BE:FIRST のこれ良かったねみたいな、うん、そういう感じのとか、逆パターンももちろんあるし、 Perfume にしてもそうだし、そう20時代に関してはダンスコラボメドレーは多分3つ連続でやるから、そこの部分のあの結構なその Twitter 含めた SNS とかでのそのバズるっていうのは結構期待できるかなって気がします。まあ、大島美幸さんたちのね効果もあるしね。まあそうなんですよね。まあでも結局日本のそういう音楽業界の変な構図っていうか、あの歌手ではない人たち、アーティストじゃない人たち の存在っていうことの方が音楽番組においてもクローズアップされやすいっていうところがあって、まあ音楽番組時代が少ないからそうなりがちなのは仕方がないんだけども、まあでもここのところでね本当にいろいろな効果があればいいと思っているし、うん、ですね。だから20時代に関しては結構そこの部分で、例えば次トレンドとかバズったりとかするんじゃないかなって気がするし、18時代と20時代で両方バズればいいですね。でまあトレンド入りとかもいろんな人たちがするでしょうし、まあこれだけいろんな人がいるからトレンド1位とかになるのは難しいかもしれないけど、まあトレンド入りはきっとするでしょう。うん、でまあそこも含めて、でそこでまたねいろいろな人たちが興味持ってくれればいいなと思っているし、うん、まあそんな感じですかね。まあいろいろとまあ考察的なこともさせてもらいましたが、で22時代がやっぱ YOSHIKI さん中心になってるんで、結構だから流れとしてその秋元グループ、坂道グループを中心にした秋元康さんのグループを前半の方でこう結構フィーチャーして、中盤から後半、まあほぼ全般にかけてあのジャニーズさんがフィーチャーされていると。で18時代、19時代、20時代がまあBE:FIRST20だったりとか、まあその辺も含めた感じで、まあBE:FIRST20が出ることで視聴者も増えるでしょうから、
ここでだから20と BE:FIRST の視聴者を組み込んでおいた上で、あのその上で21時台にあのジャニーズメドレー22時台 YOSHIKI さんが出るんで、まあ、そのままそこに流していくっていう戦略でしょうね。で特に BE:FIRST に関しては結構老若男女含めて、でも推し活初めての方とかも多いかもしれないし、年上の方とかも多いので、ジャニーズメドレーもいわゆるギンギラギンにさりげなくだったり、ガラスの10代だったり、懐かしいな、うん、まああったりするし、 YOSHIKI さんもいるから、そのままその22時台までその流して見てもらうのを期待しているんでしょうね。まあそんな感じがします。なんとなく YOSHIKI さんがまあトレンドとかしそうな気はしますかね。サラブライトマンね、うん、っていう感じで、うん、一緒にやるとね、まあそういうことですよ。で22時台が言うて54分までやるんだけれども、 SnowMan、Perfume で YOSHIKI さんの曲が2曲だけなんで、さすがに4曲だけで54分賄うわけにはいかないと思うから、YOSHIKI さんのまあオーディションの話とかがあるんじゃないのかなって気がちょっとします。多分ですけど、はい、そんな風に思いました。はいはい、まあそんな感じですね。まあとにかくね、出るのが18時台と20時台というのが、まあ、BE:FIRST の出る時間帯なので、まあ、そこを意識して、まあ、待機すればいいのかなっていう感じがいたします。はい、まあそんな感じでした。まあ、考察というか自分の考察なのでね、合ってるかどうか分かりませんが、そういう感じです。はい、よかったらコメントでご意見などを聞かせてください。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしないぞ。